はい、どうも、こんにちは。今回の逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、一応ね、法廷パートか、法廷パートですげえ進んだの。今までは、この煮干しが犯人だろうって言われてたけど、殿様に入ってた、このね、殿様に入ってる写真。これがそもそも、煮干しじゃなくて、まさかの胃袋だったんじゃないかと言われて、かつ、胃袋が、やられたのが、違う、胃袋がやったのかな？胃袋がいたところの写真が、まさかの第二スタジオっていう。いろいろ雲行きが怪しいというか、急にこの二人が怪しくなったって感じかな。やっていこう。あ、こんにちは。どうしたね、こんなところで。楽屋の片付けをちょっとね。もうニボサブさんが使うこともないし。どうして？ニボサ、ニボサブさんは明日無罪になるんだよ。それは本当にありがとうございます。でも、トン様は今週で最終回なんですよ。そうなるでしょう、そら。最終回っていうかもう、打ち切りでしょう。胃袋さんのことなんですけど、はい。事件当日はあの人第二スタジオに行っているんですよ。第一スタジオじゃなかったんですか？しかも殿様の着ぐるみを盗んでいるんだよ。ゆうくろさん、なんでそんなことを。やっぱり、あの噂は本当だったのかな。噂？ゆうくろさん、姫亀プロデューサーに何か弱みを握られていて、何でも言いなりになっていたみたいなんですよ。弱みって？教えて。弱みというのはその人の後ろ暗い部分、弱点です。出るよ、そんなこと。5年前ここで胃袋さん主演の映画を撮っていたんですよ。来たね、なんていうの。ターニングポイント、5年前。当時できたばっかりだった第二スタジオで。その撮影中に何か事故があったらしいんです。それ以来第二スタジオは使われなくなっちゃって、その時のセットが今もあるんです。セット、あのコテージか。殿様終わっちゃうの。はい。でもしょうがないですよ。人を死なせてしまったんですから、現実の世界で。それにこの撮影所ではこれからはもう一切子供向けの番組は作りません。どうして？私も寂しいんですけど、でもそれが撮影所の方針なんです。どうして子供番組を作らないのかな。エイトの偉い人たちは父様を、この事件のことを忘れたいんです。誰にも触れられたくないんですよ。そんなの勝手な話だよ。殿様が好きな子供たちはどうすればいいの？大丈夫ですよ。きっと子供たちだってすぐに新しいヒーローを見つけますから。まあでもそうだよな、実際はな。すぐこう映っちゃうからね。そんなことないよ。今いきなり番組が終わったらみんな悲しむよ。ねえ、なるほど。何か言ってよ。それが現実だよな。やっぱ不祥事っていうものが起きるとさ、中止になるよな。そうだな。ここは言葉で言うより証拠品の力を借りようか。ちょっといいかな、これを見てほしいんだけど。じゃあこれかな、栄光の足跡かな。あ、これだけやっぱトン様のことが好きな子供がいるんだよってことを示すってことかな。これは、ファンの子がたった一人で集めた親しいんだよ。子供たちは父様が大好きなんだ。大人たちの都合でいきなり打ち切りなんで、スタッフならそんなことしちゃダメだよ。
そうなんですよね。わかりました。私にできることありますか？あるよ。聞かせてほしいんだ。そこまでして隠したがる撮影所の秘密を。5年前の事故のことを教えてくれないか？ありました。聞きましょう。聞かせてくれないか、5年前何があったか。はい。私の聞いていることをお話しします。5年前の撮影で井袋さん人を死なせたみたいなんです。人？あ、もちろん事故だったんですよ。それで、うまく立ち回って揉み消したのが姫神プロデューサーだったんです。それが井袋さんの弱みですか。だから井袋さん姫神プロデューサーの言いなり。でも事故だったんなら公表しちゃえばよかったのに。当時井袋さんは大スターでしたから、何としても隠しておきたかったんです。そうだったんだ。警備員のおばちゃんならもっと詳しく知っています。その頃からこの撮影所にいましたから。ありがとう。聞いてみるよ。あのおばちゃん話してくれるかな。話してくれなさそうだけどな。一回直で向かうか。直で。なんだよ、あなたたち。まだいたのかい。そんなにここが好きならおばちゃんの代わりに働くかい。おばちゃん、元気ないですね。みんな、胃袋ちゃんのことを忘れようとして必死だよ。撮影所がここまで大きくなったのは誰のおかげだい？みんな胃袋ちゃんのおかげじゃないか。おばちゃんが愚痴をこぼしてる。危険だよ、なるほど君。聞かせてください。5年前。あんた、誰にそれを？それは、マミヤだね。マミヤ。なるほど、スタッフの子の名前だよ。とにかく、聞いたんですよ。胃袋さん撮影中の事故で人を、死なせちゃったって。あぬし、そうやって人の昔をほじくり返して、楽しいかい？いや、これは煮干しさんを助けるためですから。胃袋ちゃんが煮干しの着ぐるみを盗んだって、そんな言いがかり、おばちゃんは信じないよ。それとも何か証拠でもあるのかい？黒さんが着ぐるみは、あれじゃないのとか睡眠薬じゃないの？おばちゃんには悪いけど、あるんですよ、証拠。胃袋さんが着ぐるみを盗もうとしたという証拠はこれでしょう。これが証拠です。なんだい、そのせこい瓶は。睡眠薬です。胃袋さんの指紋がついています。それがどうしたんだい？胃袋ちゃんだって眠れないこともあるさ。その薬を煮干しに使ったっていう証拠はあるのかい？これかな。あの日お昼に骨付きステーキを食べましたね。ああ食べたけど、これはその時の煮干しさんの皿です。睡眠薬の痕跡が見つかっています。そっかい。かわいそうにね、胃袋ちゃん。やっちゃいけないことをやっちゃったんだね。おばちゃん、あんたには負けたよ。話すとしようか。おばちゃんもちょっと疲れちゃったからね。おばちゃん、確かに今から5年前人が死ぬ事故があったよ。まずいことに芸能記者が写真を撮っちまってね。その写真をめぐって大騒ぎさ。その騒ぎを収めたのがあの女姫神だよ。あいつ暴力団とつながりやがってさ、芸能記者たちを黙らせたんだ。それからだよ、あの女がエイトででかい顔をするようになったのは。そうだったんですか。でも分かってやってよ。胃袋ちゃんに悪気はなかったんだ。おばちゃん、ちょっと待ってな。何？なんか持ってくんの？
なんかおばちゃんかわいそう。は？これ持っていきな。例の写真ですか？写真ですか？それ俺、写真ですか？俺だわ。あ、プロデューサーっぽい人いるじゃん。これプロデューサーじゃないの？これ、これはそん時の写真だよ。ここはちょうど見えないんだけど、その死体らしきものが。ここは第二スタジオのコテージですか？胃袋ちゃん、階段の上で悪者と戦うシーンでね、相手役を花壇の鉄柵の上に。うわー、グロ。なんでおばちゃんがこんなものを。昔のことだよ、話したくもないね。わかりました。おばちゃん、行こうか。じゃあ問題のあいつらの元へ行こうか。来た、一番怪しいやつ。現状一番怪しいやつ。こいつがもうねえ、オタクうざいか、うざいを動かしたっていう結論でしょう、もはや。あ、なるほど、姫神プロデューサーだよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。まゆちゃん、向きになっちゃダメだって。雲を見てるの、私。終わりみたいだな。おい、聞かせてもらおうか。あの事件当日、胃袋さんはここへ。聞こえなかったかしら。雲を見ているの、私。他のことに興味はないわ。なるほど、ムカつくよ。お前正面でさ、それ言う度胸あったら別に大丈夫だろう。負けてんの。煮干しさん、犯人じゃなかったんですよ。これでまた殿様に続けられますね。もう飽きたわ、私、殿様は。あ、犯人だ。ナルト君、こいつが犯人だよ。私の綾里家の霊力がそう言ってる。やれやれ。あの宇佐井監督のことですけど、割と喋るけどな、こいつ。胃袋の時はさ、なんか雲を見てるのとか言ったけどさ、なんか他の話割と食いつくよな。ブレブレなんだよな、キャラが。どうしてもあの男の話をしたいのなら、コテージの中でやってもらえるかしら。私は抜きで。やれやれ。まあ、調べなくてもいいか、別に。これね、これ、ずっと気づいていたけどな、絶対。いや、一緒一緒。お前らいつも一緒なんだよ。あいついんの？昨日あのスタッフの子が掃除してたけど、あんまり綺麗になってないね。父様のレアカードを手に入れて浮かれてたからな。いねえじゃん。うざいねえじゃん、うざいが。いないじゃん、うざい。おい。話がちげえじゃねえかよ、おい。騙されたな。紙コップ？紙コップ怪しくなく、さっき紙コップ点々点言ってなかった。なるほど。紙コップって言ってたよな。おい、いないぞ、お前。うざいか。ああ、まあまあ、いないけどってことか。え、積んだな。どうしよう。あれ、監督は？監督。あ、糸の御船帰っちゃったのかな。
明日の裁判をどうするか考えているんじゃないか。またら三剣検事に怒られてるのかな。なんかないかな、怪しいやつ。でもなあ、もう監督は監督。あ、スタッフの子どっか行っちゃったね。胃袋さんの話を聞いて、胃袋さんの話を聞いてショックだったのかな。なんかないの、変わってないの。なんかないの、ちょっとかやることなくなったんだけど。あれ、進まねえ。おばちゃん助けて、進まない。 YouTube 行こうか。行ったな。あれかな、姫神に突きつける系かな、もしかして。おばちゃんには突きつけたから、多分姫神だよなこれ多分。いやこれ違うな。おいしょ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 、もう一緒。あ、宇佐井監督と姫神プロデューサーの食事の後だな。皿の上には何も残っていない。あ、この人たちも食べたんだね、骨付きステーキ。どうしたの？なんかちょっと変な気がするな。違和感っていうの、なんだろうこの感じ。うん？よ、聞いたな。それ教えてって今言おうとしたけど、そのくだりやったな、よく考えたら。その違和感を教えてよって、なんかやった気がするわ。前回ぐらいで。なんか突きつけんのかな、姫神に。もう一回コテで調べようか、一応。調べて、何もなかったら、姫神に突きつけんのかな。見て。いや、一緒だな。変わんねえもんな。なんかないかな、じゃあ。これか、まさか。これ突きつけんじゃないのこれ。違う？見ようともしない。あ、ははい。どこで拾ったの？それは、大葉ね。大葉？なるほど。警備員のおばちゃんの名前だよ。とにかく、姫神さん。あなたはこの事故をもみ消す代わりに、胃袋さんを自由に操っていたんですね。風。何ですか？強くなってきたわね、風が。面白い話。続きはコテージゆっくり聞かせてもらうわ。お、コテージ行った。怖くね？なんか室内で二人きり怖くないか？なんか、ボコボコにされそう。なるほどくん、コテージの中に。コテージの中に入っちゃったよ。じゃあ追っかけようか。ふん。来たね。じゃあ続きを聞かせてもらおうじゃないか。はっ！なんか雰囲気が違うぞ。姫神さん。あなたはこの事件をネタに、胃袋さんを自由に操っていたんですね。胃袋さんは格安の出演料で子供番組の悪役を。ふん。人を脅迫者呼ばわりかい。だってあなたのやったことはそうじゃないですか。確かに事故で人を死なせてしまったけど、それをネタに胃袋さんをスターの座から引きずり下ろして。お待ち。私は引きずり下ろすなんてことはしてないよ。胃袋のやつが勝手にダメになっていっただけの話さ。でも、
その原因だったのはあなたじゃないんですか。不運な事故だったのに。ちょいと、何さ、さっきから事故事故って。どうして事故だと決めつけるんだい。どういうことですか。物分かりが悪いね。事故じゃなかったらそれは何さ、考えてみるんだね。はっ、まさか胃袋さんは故意に。ああそうさ、証拠は、その証拠はあるんですか。そうじゃなかったら5年間も人の言いなりになんかなるかい。私はこの5年あいつを顎で使ってきたんだよ。でも警備員のおばちゃんはあれは事故だったって。あの女は胃袋のファンだったからね。写真を持って撮影所にやってきた記者に飛びかかっていってボコボコに殴られながらその写真を奪い取ったぐらいだ。だからおばちゃん写真を持っていたんだ。バカな女さ。そんなものを願さえあればいくらでも現象できるのにね。現像か。でも今となってはこの世に残っている写真はそれ一枚だけだ。渡してもらおうか。それ何てんすか。あんたたち、うわ怖い。ほらもう言ったじゃん、コテージの中に入んなって。こうなるもんだって知ってたもん。でもこれしないと話進まないじゃん。ここの方たちはプロ。何でも揉み消すのがこいつらの仕事さ。お前たちも揉み消してやろうか。何？法廷は明日が最終日か。残念だったね。明日の法廷お前たちは欠席してもらうよ。なぜ？どうしてこの写真にこだわるんだ。これは胃袋さんの弱みであって姫神さくらにとってはどうでもいいことなのに。まあでも映ってない一応。一応映ってるよな多分これ。左のやつ姫神じゃないの。考える時間はたっぷりあるさ。じゃあ、アバよ、お二人さん。島津は頼んだよ、あんたたち。いやー。終わった。あ、来たー、糸の子。おいおいおい、急に味方か、お前。ちょっと待つっす。話は聞かせてもらったっす。女神桜。ちょっと署まで来てもらうっす。でも他の仲間いなくない？糸の子さん一人じゃ勝てないでしょう。なかなかやるじゃないか坊や。どうやら勝負は明日の法廷ということになりそうだね。楽しみにしておくよ。警察潰すわけじゃないんだ。そこは従うんだ。大丈夫っす。ちょっと踏み込むタイミングが遅れたっす。まだまだ勉強不足っす。よく来てたなお前でも。ケイさん、ありがとうございました。私わかったよ。なになに、これが仕事っすから。どうしたんですか。一度このセリフが言ってみたくて刑事になったっす。じゃあ自分はこれからもう一仕事あるっす。縁があったらまた会うっす。人の子。さあメロド君、いよいよクライマックスだね。姫神さくら、どうやらターゲットは決まったみたいだな。あ、ちょうどいいか。まあ、ちょうどよくはねえけど。ちょっと長めになっちゃったけど、まあまあいいでしょう。明日次法廷から始めよう。これセーブ分けた方が良かったかな。結構セーブできんだよな。せめて小で分けるぐらいすればよかったかな。よし終わろう。はい、じゃあこれで終わろうかなと思うわ。
じゃあ、あざした。